こんにちは、コウジです。久々にジャンクリールネタです。こちらのリール、若干回転がカクカクとムラがあって、さらにクラッチが切れないという完全にジャンク扱いのリールになります。これのクラッチが切れない理由を調べて、実用品として復活できるか見ていきたいと思います。では早速分解していきますね。まずハンドルからなのですが、このハンドルのナットを緩めてからハンドルを外す際に注意が必要です。ハンドルを上に向けてそっと抜き取る必要があります。その理由がこれ、スタードラグを回した時にチキチキと音を立てる部品と、その下にあるバネが非常に小さくて、うっかりしていると紛失してしまうからです。ボディを開けるには外側、ハンドル側ですね、外側のカバーに2つのネジで、内側スプール側からも2つのネジがあるので、それを外す必要があります。で、4本のネジを取ったらカバーが外れるはずなのですが、外れません。レバーブレーキの部品やワンウェイクラッチのスリーブを抜いてみたのですが、関係なかったようで、なかなかカバーが外れてくれません。どうもピニオンギアが引っかかっているようだったので、ピニオンギアのベアリング周辺の部品を外してみましたが、ダメでした。カチャカチャしてたら小さな部品がこぼれ落ちました。これはドラグが出た時にチキチキっていう音を鳴らす部品ですね。なくさなくてよかったです。最終的にはドライブギアやドラグプレートなども一緒に抜き取るようにしてカバーを外しましたが、これは本来の外れ方ではありません。普通はギアなどが本体にセットされている状態でサイドカバーだけ外れるはずなんですが、クラッチが切れない原因はこの辺にありそうですね。先ほどポロリと落とした部品はここの部品です。ドライブギアとドラグプレートの間にバネとピンが収まっていて、ピンの部分が落ちてきました。本来はサイドカバー外しただけでは取れない部品なんですが、なくしやすい部品なので要注意です。カバーが外れなかった原因はこれですね。ピニオンギアがなぜかカバーにくっついて、クラッチヨークとスプリングもまとめてサイドカバー側に残っています。引いても抜けなかったので押し込んだら抜けました。先ほどレバー周りの部品を外したのは正解でしたね。ピニオンギアとボールベアリングが錆びてくっついてしまっています。これはひどいですね。フリーズルブを使って根気よく外していこうと思います。あまりにも外れないので木槌を使って押し込んでみます。1ミリほど動きましたね。たった1ミリですが、固着からは大きな前進です。と思っていたら抜けちゃいました。ベイトリールの構造を知っている方はお察しの通り、このピニオンギアの固着がクラッチが切れない原因ですね。なので、ボールベアリングの中をピニオンギアが滑らかに動くように磨き上げておきます。
クラッチを切るとピニオンギアが外側に移動する仕組みなのですが、固着してピニオンギアが外側に移動できないためクラッチが切れなくなっていました。クラッチが切れない原因は排除したので、簡単に部品の汚れを落としたりグリスを塗ったりしながら組み上げていきます。水没の跡もなく、なぜかレバーブレーキ周辺しか錆がなかったので、全分解からのパーツ洗浄まではしませんでした。組み上げて動作確認、問題なくクラッチが切れるようになりました。ハンドル回すとクラッチもちゃんと戻りますし、スタードラグのチキチキ音やドラグが出た時のチキチキ音もちゃんと鳴っていました。ということで、今回も無事ジャンク品を実用品にすることができました。おしまい。